もろくんです。2022年10月10日京都御苑の中にあります学習院発祥の地というところにやってきました。ちょっと初めて来るんですが、駒札ありましたので読んでみたいと思います。学習院発祥の地、1779年官員の宮家出身で皇位を継いだ降格天皇は学問を大切にして公家の教育振興に取り組みました。要は公家のたくさん公家屋敷があった、その公家を対象にした、学習の教育の振興に取り組んだということですね。次の仁光天皇在位中の1845年幕府から学習所の設置が認められ、孝明天皇在位中の1847年この地に開校しました。公家御所に勤める役人たちとその弟子に、子弟に漢字と和学を教えることとし、1849年孝明天皇より学習院の勅学が下賜され孝明が定まりました。孝明天皇より学習院という勅学が下賜されたということですね。それで、学校の名前が決まったということ。明治に入って京都の学習院は廃止されますが、1877年東京に開業した華族学校へ明治天皇から改めて勅学が割譲され学習院の名が受け継がれました。現在の学校法人学習院はこの時を創立としていますと。京都にはもうないんですが東京に移転したということで、この多分広大な地が学習院だったと思います。こちら左京都御所です。で京都御所の東側ですね、向こうに見えてる築地塀は、京都迎賓館ですね。こちらちょっと見にくいですけど、南側には仙洞御所があります、そういった場所ですね。ここが学習院の発祥の地ということになってます。あとは全く何もないんですが、全部もう東京に移られたということで、寂しい限りですが、すべて東京に学習院も移られたということですね。公家の教育振興に取り組んだという、そういう学校ですね。以上、学習院発祥の地でした。